1955年、東京踊りフィナーレ、桜作には、大阪日本歌劇団のレビュー、春の踊り、松竹歌劇団のレビュー、東京踊りのテーマソング。作詞、岸本水夫。作曲、松本志郎。両劇団とも正式な段下ではないが、松竹系少女歌劇を象徴する楽曲。1930年、大阪松竹座公演、春の踊り桜で発表。 1929年、春の踊り開国文化でゲスト出演した、フランス人歌手リュシエンヌ・ド・フランヌが紙吹雪を吸い込み、歌えなくなるアクシデントがあった。その防止のため傘を持って歌うようになり、桜咲く、国の傘を回すパフォーマンス、傘回しが誕生した。作曲の松本志郎が、東方に移籍したため SKD では使われなくなったが、1970年の、 東京踊りで復活した。大阪では遺跡語も使われていた。大阪版と SKD 版の歌詞は2箇所、音は1箇所異なる。SKD 版は2番までしかないが、大阪版には戦後にできた3番があり、ショートバージョンでは1番と3番が歌われる。当初発表されたものでは歌われなくなった1番と2番があり、現在の1番と2番が3番と4番だった。 大阪日本歌劇団は1971年から2003年まで近鉄グループの参加であった。特に同じく近鉄参加のプロ野球チーム近鉄バッファローズが大阪ドーム移転したことを機に1997年からは歌劇団員が応援パフォーマンスを披露していた。双方の近鉄参加時代に野球の応援歌としても桜咲く国が用いられるようになった。 近鉄がリストラ策の一環で過激弾を手放した翌年、2004年、同様に驚愕の赤字を抱えていたバファローズ球団を在関西のオリックスブルーウェーブと合併させる案に橋を発したプロ野球再編問題が勃発した。最終的にバファローズ球団は消滅してオリックス球団と合併し、新たに東北楽天ゴールデンイーグルスが誕生した。 旧バファローズ球団の選手は、選手分配ドラフトにより、新オリックスバファローズと東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍した。こうした経緯から、東北楽天ゴールデンイーグルスの施設応援団が、出塁時等のテーマソングとして、本曲の使用を継続していた。しかし、2018年頃から使用されず、翌2019年2月に、球団により応援歌が管理。 CD を発売されることを機に、球団と施設応援団の協議によって応援歌等が全面的に一新され、桜作く,くにも姿を消した。ありがとうございます。